ライブになったかも。なった？うん。つながった？つながったかも。ちょっと今よかった。どうだろうね、またすぐ切れちゃうのかな。どうなんだろう。あ、入ってくれてる。あ、よかったよかった。こんにちは。こんにちは。どうかな、見れてますか？二人しか見れてないかも。入れてますかね、どうなんだろう。あ、ちょっと徐々に増えてきた。こんにちは、見れてますか？こんにちは、つながってますか？あ、つながってます、よかった。つながってる、よかった。画面はどんな感じですか？ガチャガチャしてますか？ちょっとね、ここら辺、やっぱ海の近くに来ちゃうと、ね、Wi-Fi のコネクションが悪いというヒロのあるあるです。おはようございます。今日は海を、海に来てます。つながりました。よかったです。入れてますって。よかったです。ね、ここは実はナニロアホテルというホテルの中です。だからちょうどホテルの Wi-Fi とうちの何 LTD だっけ、うんうん、が多分つながる境にいるからガチャガチャなっちゃってるのかもしれませんが、今こんなところにいます。あそこもね、海沿いからの景色、そう、海沿いからの景色をね、ぜひあっちの方まで行って、そう、最初さっきあそこから始めたんだけど、そしたら繋がんなかったんだよね。そう、繋がんなかったんですよ。なのでちょっとこっちからね。ねえねえ、これ岩みたいでしょ、うん、これ根っこだよ。え、本当？うん、ほら本当だ。え、すごい、岩じゃないんだこれ。本当だ。これはバニアンツリーかな？バニアン？これ違うね、桃玉菜だ。そうそう、桃玉菜にバニアンが巻きついてるから。本当だ、桃玉菜の木ですね。これにバニアンが寄生して巻きついちゃって、で、こんな感じになってるみたいですね。え、もう一回チャレンジしてみようか。チャレンジしてみる？すごいよ、見てこれ、結ばれてるね。こっからオートグラフが入ってる。これはオートグラフってことだな。そうだね、うん、オートグラフツリーもこうやってこう根っこが上から垂れ下がってきちゃうので結ばないと下について全部根っこになって大変なことになるっていう植物です。これも根っこだよね。ね、すごいね、綺麗。これはスパイダーリリーです。ちょっとね、後ろになんか換気扇があって、ああ、その音が、ね、その音が多分入っちゃってるんですけど、ごめんなさい。場所を移動したら多分なくなると思います。そのざわざわした音が。ここには神社があります。なんか、やっぱホテルの中ってこう、いいですよね。なんかこう、ちょっと道が整ってて、脇にこう、植物が生えてる雰囲気というか、街中とはちょっと違う感じ。なんだろう、ションさん、これ見て。あ、かわいい。かわいい。何これ。なんだろう。すごいね。こう、ちょっと手をこうやってやったらわかるかな、うん。何の植物かな、アカシアっぽい？ねえ、葉っぱはアカシアによく似てるね。うん、初めて見た。でも豆みたいなやつなってるよ、ほら。あ、本当だ、豆だ。ね、ちっちゃい豆。へえ、何でしょう、知ってる方がいたら教えてください。ピンクのお花、これもすごいよね。うん、お、これすごい。なんだこれは、ね、食べられそうな、人間を食べそうな食虫植物みたい。すごーい。ねえ、すごいね、この中のこの構造が
ね、うん、整ってますね。硬いよ。硬い？硬い硬い。ツンツンしてる。本当だ。硬い。見れているかな引き続き。ちょっとなんかまた不具合があったら教えてください。ここ可愛いんだよ、これ。あ、本当だ。柱が。敵みたいな柱。途切れやすいかも。だってやっぱりそうか。じゃあやっぱちょっと海沿い綺麗だからあれだけどね、向こう行こうか、こっちの内陸側に行きましょう。てきちゃんを見えますかね。どうだろう。まあヒロあるあるなんですよ、申し訳ないです。あの特に海沿い来ちゃうとね、ほんとすぐ電波切れちゃうんだよね。そうなんです。音声が切れやすいです。あ、音声が、やっぱそれも電波の関係だろうね。多分電波だね、うん、ちょっと向こうの方に行くと改善されるはず、うんうん、ね、見てこの中もちょっと見せしたい、うん、いいよね、昔のハワイの感じが。昔のなんかね、うん、でこっちにはもう使われてない、うんうん、昔のレストランかなんかだったんじゃない？レストラン、うん、があります。電波悪そうですねって、うん、そっかそっか。このハイビスカスのお店したかった。ね、これ綺麗だよね。ねえ。ちょっと改善されるかな。いいね。ありがとう。こんなハイビスカスがあります。ね、すごい可愛い八重咲きのハイビスカス。うんうん。ねえ、綺麗です、とっても。ちょっと電波良くなったかな。なんか何人か入ってきてくださってるからちょっと良くなったかなと思います。まあ内陸の方行くと海から離れるとよく良くなってくる。うん、確かに。ここはさっきもお伝えした通り、ナニロアホテル、グランドナニロアホテルというヒルトン系列のヒロのホテルの中に今います。あ、見えたかな？ちょっと。で、ここの植木は全部ティーリーフです。赤いティーリーフと、緑のティーリーフ？どっちもあります。駐車場になってるんですね、ここら辺。癒されますよね、ティーリーフのこの感じには。ヒロにはさっき後で行くんですけど、あのヒロハワイアンホテルっていうのとグランドナニロアホテルっていうのが隣り合わせになっています。その間にアンクルビリーっていうのがあったんだけど、うんうん、もう潰れちゃったね。ねえ、そう、コロナの時に潰れちゃったみたい。ここには神社なびいてます、ね、綺麗だよね神社。やっぱ黒い溶岩に映えますよね。そうだね、うん、確かに。入ってみる中、入ったの言われるかな。うん、まあそうだね、撮影してるから、まあ、あ、そっか、そうだ、お客さんもいるしね、うん、ちょっと中に入るのはやめときますが、でもそこら辺までは行けるよ、うん、ね、グランドナニロアホテルです。こんな感じで車が入っていけるとこがあって、ツアー会社とかは多分こういうとこにピックアップしに来るはずだと思います、うんうん、あ、すごい、見て、バードパラダイスがある、ね、やっぱホテルの中来るとさ、うん、管理されてるから、うんうん、いろんな花があっていいね。そうだね。わーい、ね、結構いるね、影が映ってるの見えますか。どこに、あ、本当だ本当だ、さっきちょっとこれね、この月光の手が見えますか。かわいい。入っちゃった。ほら、うん、こっちのね、うん、
いや綺麗ですよ。あ、ヘリコニアもそっちにある、ね、あすごいじゃん、立派じゃんこれ。立派？やっぱすごいな、ホテルは。よし、ホテルの植物が楽しい ね。中もね、いろいろあるんですけど、まあちょっと今日は中には入れないけど、ヘリコニアです。すごい、ここから見える。お、いいね、楽しい。わーい、すごい、めっちゃ大きい、その花っていうのかな。立派だね。うわー、すごい、カッチカチだよ。見して見して、あ、ね、なんかいたよ今。いた、中にやっぱ結構いるんじゃない。こっちからの方が写りがいいかな、ね。ヘリコニアです。なんかさ、うん、ハワイの植物でさ、うん、スパイダーマン的なああいうさ、なんだっけ。あ、結構結構、何、結構いる。あ、うん、ほら、はは、見た、捕らえた方、ラッキーです。今日いいことあります。一瞬だった ね。なんだって、あのスパイダーマン的な、うん、なんかさ、あれあるじゃん、なんだっけ、あの漫画のさ、マーベル、うんうんうん、このハワイの植物でマーベルみたいなできそうじゃない。なんかヘリコニアマンとかさ。あ、なるほどね。なんかさ、極楽鳥カマンとかさ、うんうんうん、確かに確かに、そう、ファンキーだから、うん、そうだね、ファンキーな植物多いもんね。そう、うん、なんか漫画を描かれる方はぜひ、なんか、うん、ハワイの植物で漫画を描いてみてください。謎の提案。結構見えましたか、さっきいたんですよ。で、多分今そのヘリコニアの葉の中入っちゃったね。うん、いや、こんな感じです。あとなんか面白いものあるかな、ね、向こう行く、じゃあ、うん、向こう行こう。ということで、まあちょっと中には入らないんですが、お客さんじゃないので。だけどまたね、お客さんとして中に入るときがあれば、ね、中にはあのフラフラーズっていうバーがあって、そこは誰でも行けるし、あとはカプホ会員っていう、お土産屋さんがありますね。そこツアー会社とかもあるね、うん、ツアー会社とお土産屋さんが一緒になってるとこがあって、そこもあのちょこっとしたお土産が買えます。なのでバニアンドライブを歩いて、夕方にそこのお店でちょっと見て、フラフラーズでなんかマイタイとか、うんうんうん、広辺を見ながら飲めるのでいいんじゃないかなと思います。お散歩コースとしていいね。あ、走ってる人がいる。今日何、マラソンねえ、マラソンやってる。Be a threat. What do you mean, be a threat? 何だろう。ねえ。何だろう。みんな走ってる。オレンジの人が。もうなんせ本当ヒロってこう催し事があっても、うん、私たちだけなのかもしれないけど、うんうん、なんかあった後に気づくんだよ ね。あ、今日ってこれだったんだみたいな。この前なんかヒロで、やっぱほら僕たちテレビ見ないじゃん、テレビ持ってないじゃん。あ、ラジオも聞かないし、ね、テレビも見ないからかな。そうだね、だからテレビとかでは、かなんか言ってんじゃない、うん、と。なんだろうこれはね、なんかでもそういう集まりみたいだね。みんな同じ T シャツ着てたもんね、うんうん、なんだろうこれ、うん、でももういなくなった人が、いなくなったね。ファッショングループでみんなで走りましょうみたいなやつね。そうかもね、うん、
あ、結構さらっと歩いてきちゃったけど大丈夫かな、うんうんうん、バニアンドライブっていうのはなんでバニアンドライブかというと、バニアンの木がいっぱいあるってですね。うん、こんな感じでこうバニアンの木がたくさん あるバニアン並木っていうのかしらね、うんうんうん、そういうの桜並木並んでバニアン並木があります。それこそもう日本は桜の時期かなとかちょっと思いつつ、皆さんの投稿で桜を感じています。日本の あとウェブショップのありがとうございました。あ、そう、ありがとうございました、ね、あの私があんなに早く、ね、1日で完売しちゃって、ね、本当に私たちもそんな早くにあの売り切れると思ってなかったので本当にありがとうございま す。まだあるので、あの、うん、また次の時に載っけます、ね、そう、また次 の、うん、あのドロップをするので、うん、その時はぜひ今回逃しちゃったっていう方は、うん、もしかしたら次はコア以外にも出るかも。そうだね、ね、うんうん、まだコアもあるし、ね、これほんと50本ぐらい作ったんだよね。そう、ションさんすごい、もう集中的に作ってたね、うん、なのでまだたくさんいいのがあるので、うん、次のリリースをぜひ楽しみにしてください。すごいね。おっちゃん暴走族。ハーレー・ダビッドソンたちが。おっちゃんの暴走族。ね、おっちゃんの暴走族が多い。若者の暴走族はあんまりない。いないね。すごい。ドルル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 ル。すごいね。機関銃みたいな音がするよね。機関銃みたいだよね。失礼いたしましたね。こんな感じです。失礼いたしましたっていうのもおかしいか。楽しそうだよね、あの人たち。すごい音を鳴らして。これベイブルースの木でしょ。そう、うん、あ、ありがとうございます。次はゲットしたいです。だって、いや、ありがとうございます。よかった、嬉しいです。今日僕もやちゃんもかんざししてるよ。あ、そうそうそう、ね、やちゃんの撮ってあげる。あ、お願いします。ちゃんとなってるかな。なってるなってる。今日のあやちゃんはこんな感じです。髪の毛をちょっと待って、髪で見せて。髪の毛こんな風にしてかんざしつけてハワイアンパンツを履いてる。で、あとは T シャツって感じかな。はい、ね、います、はい、ションさんも今日ただかんざしをつけてる。ションさんもかんざしつけてます。ね、私のこのさ、ブルーのも、うん、ションさんの緑のもまだあるよね、ウェブショップに。あるあるある、うん、ちょこっとあります、うん、次はまたスカートを作ろうかなと思ってます。うん、うん、いいね、いいね。なんかジンジャーが生き生きしてる ね。このジンジャーのね、生き生きしてる感じとみずみずしさを見るといいなと思います。あ、嬉しい、かんざしマガジンシールゲットしましたって。ありがとうございます。気に入っていただけるようにね、あの、またかんざしの刺し方といくつかバリエーションがあるので、それもお伝えできたらなと思います。すごい、また始まっちゃった。パイナップル、え、本当だ。この前さ来た時より大きくなってる、大きくなってる、なってるね。うちのパイナップルも大きくなってきてるよ。うん、あ、ヒロにかんざしを買いに行きたいです。ぜひぜひね、ションさん作り続けないとね。うん、あ、あやさんのマガジンの追加ありますか。ゲットできなかったって。ありがとうございます。多分追加すると思います。あと多分次の号も今準備中なので。あと日本でプリントできるようになったらいいね。そしたらもっと、そうなんですよね、うん、
まあ、ちょっとここのとこウェブショップで忙しくしてたから、そうウェブショップをね、そうそうそう、動かすのにどうでしたか皆さんのウェブショップ、新しいウェブショップね、うん、ちゃんとスムーズでしたか。まあでも前のやつよりかは使いやすいと思うよね。えどうだったかなと思ってさ、また教えてください。ショップページ使いやすくなりましたね。だってああよかった。よかったよかった。え、まだあんまり載っけてないけどビデオとかも載っけられるんですね。そうそう、私たちが作ってるとこのビデオとかもまた載せようと思ってて、うん、あとはその履き方とか、ね、そう履き方とか使い方とかもショップでも全部見れるようにしたいなと思っています、うん、まだね細かいディテールは終わってないけどね。すごいね、あのさめちゃくちゃなんかインドの王様みたいな人がいる。あらでもかわいいね。かわいい、超かわいい、ね、かわいい、ツインテールみたいになってるねえ、かわいいね。ワンちゃんも永遠にかわいいね。ね、あスムーズでした、サクサクできましたって。あ、よかった、皆さんありがとうございます。ね、住所入んなくね、前のサイトで住所入んなかった人も、うん、もうその心配はないだろうし、うん、あ、うん、ショップページ日本語で見たのですが、うん、ドル表記とジャパン表記の時があり不思議でしたって。ね、多分それはページによってだと思うんですけど、それの表記は一番下の、昨日説明しそびれちゃったんですけど、ショップページの一番下にドルとか円が変えられるボタンがあるんですよ、うんうん、でそこをスイッチすると全部日本円になるし、あとドル表示になると思います。あとは送料がいくつか種類が出てくるときと出てこないときがありますっていうお問い合わせをいただいたんですけど、それも、重さによって、自動的に送料が計算されて表示される仕組みになったので、今回から、うんうんうん、なので、少し重さが足されたりすると一気にその送料が上がっちゃうっていうことがあるかもしれませんが、基本的にその紙類だけの送料だったら6ドルで送れます、うんうん、ただそこに例えばかんざしとか、歯切れセットとかそういうものが追加されちゃうと次の送料にこう跳ね上がってしまうので、うんうん、そこだけお気をつけください。今日はココナッツアイランド行こうか。うん、あいいね、うん、いやでも、まだ私もその 100% ショップのことを分かってるわけじゃないので、今私もまだ模索中なので、そうだ、ね、もしかして間違って表示がされちゃってるケースがあるかもしれないので、その場合でもし質問があるときはできるだけ送料を安くした方が皆さんもいいと思うので、ご遠慮なく連絡ください、うん、もし取りすぎちゃってる場合とかは、調べて、うん、こっちで返金したりもできますので、よろしくお願いします。ちょっと昨日オープンしたばっかだから、うん、まだね、僕たちも。そうなんです。ね、新しいプラットフォームだしね。うん。うん、ただ住所もスムーズに入ってスイスイでしたって、よかったです。よかった、それが。それが本当に。ね、で、あとはもう一つ、おすすめしたいのが、アカウントを作ることができるんですね、ショップ内 で、うんうんうん、でそのアカウントを作るとその次からオートフィルだよね。そう、オートフィルで、自動入力、うん、自動的にその住所が入って、うん、次から何回もそのカード番号とか住所とかを入れなくていいようにもできるので、うん、全然それを選択してもしなくてもいいんですけど、やりたい方はそういうのもできるのでやってみてください。マガジンぜひ追加してくださいって、ありがとうございます。追加します。あとステッカーは今たくさんあります。でステッカーは、うん、かなり送料安くで送れます。そうだね、うん、なんかマークになるかなと思って、だいたい大きさは
5cm×5cm ぐらいのステッカーだから、あのパソコンのこうキーボードの隣とか、うんうん、あとはパソコンのフラノートとかさ、そうフラノートとか、あとタンブラーとか、うんうんうん、飲み物とかを入れるタンブラーとか持っている方はそういうのに貼っていただいたりとかできるかなと思って、そのくらいの大きさにしてます。で、あともう一つやってみたいことが実はあって、もっとちっちゃいステッカーをね、うんうん、作りたくて、よくあるじゃないですか、シールシートみたいな、うんうんうん、いろんなシールが大きいシートにあるみたいな、うんうんうん、あの、お手紙とかにパッて気軽に貼れるようなシートを作りたいなとも思ってて、そこに私の今までインスタに投稿したお花、うん、もうサンプルでのやつは作ったんだよね。そう、サンプルはもうあるんですけど、インスタに投稿したお花をそれぞれの名前をつけて、横にハワイ語の名前とかそういうのをちょこっと引き体で書いたようなシールを今作ってて、なんか自分の植物図鑑的にも使えるし、あとお手紙とかにも貼れるかなと思って、そういうのを計画しています。で、そのシールシートは多分お花だけのシリーズにしようかな、一つ一つのお花をシールにしようかなと思っています。今回のシールはアロハとかミリミリっていう文字とともに、いろんなお花を一緒くたにこう集めてシールにしたんですけど、お月さんが見えるから、あ、本当だ、いいね、見えるかな、ちょっと薄いけど、ありがとうございます、のシールも楽しみですって言ってくれてる、嬉しいね。ね、ちょっと少量からやってみようかな。あ、そうだね、ココナッツアイランドに今日行こうと思ってたのに、おしゃべりが長くなっちゃった。さっき始めたところは、うん、あそこのブルーの壁の向こうの側、ね、うん、そう、向こう、あそこのブルーがアンクルビリーズっていう、ところなので、その向こう、なんか白いところ、うん、そう、あ、このほら見て、かわいい、かわいい、ほんとだ、うん、ジップかな、今日はココナッツアイランド混んでますね、なんか混んでるね、うん、なんかやってんのかな、うん、ちょっと海の方に行くので回線がね、つな、うん、がるといいけど、うん、ココナッツアイランドはまあ過去やったけど大丈夫だったよね、大丈夫か、うん、今日は快晴だしね、うん、今日は結構に出会うね、へい、あ、行っちゃったこんな階段でこんなことしてる人もなかなかいないかね、あー綺麗、あー大変、ションさんにせかされなかったらもう来れないとこだったのインスタライブの時はさ、時計が見れないからさ、そうだ、ね、分かんなくなっちゃう、ションさんが時計係をやってくれて大助かりです、うん、綺麗だね、うん、風がちょっと強いけどね、うん、あ、 T シャツも買いたいですって言ってくれてる人いる、うんうん、ね、T シャツね、そう T シャツね、そう、うん、今ちょっとベストな、まあ、いろいろやってるんですよね、今ね、いろいろ活動しててそうそうそう、うん、まあ、T シャツも考えてます、確かに、うん、ありがとうございます、ね、やっぱいい T シャツ、いろいろあるんだよね、そう、会社によってね、ピンキリっていうか、そうで、ここがハワイっていうのもあって、うん、ハワイの会社に頼むといろいろあるしね、それもそれで、うん、メインランドから頼むと今度送料が高くなったりもするし、うん、あ、 LINE スタンプかありがとうございます、なるほど、あ、 LINE スタンプ、ね、そっかそっか、やったことない、そんな考えたことなかったけど、ね、結構皆さん LINE 使うのかな、いい景色ですねって、本当に、うん、ちょっと、ここか、ね、あっちの広川は、広川はこんな感じです、
朝から素敵な景色ありがとうございます。ストレス溜まってた私の心が現れます。よかった、よかったね。もう今いろいろありますもんね。そう、お私たちも決してイージーな毎日を過ごしてるわけじゃないよね。そうだね、みんなそうだと思います。みんなそうだよね、うん、なんか複雑になりすぎてきたね、いろんな物事が。なってきたね、だんだん、うん、だけどさ、洗脳みたいなものもすごいしね、うん、そう、どの角度からの洗脳かみたいな話にもなってくるしね、そう、難しいです。ただもうなんかそのなんだろうね、マインドコントロールってことは当たり前なんだな世の中でっていうことと、まあ、特に SNS とかを使っているし、私もだってまず学校の教育がマインドコントロールじゃん、うん、ね、風強くないから大丈夫。風強いかもね。のラインスタンプもあれば何事も前向きになれそうだって。ションさんの名言がいくつかあるので、それなのせよか、なんかグーみたいなしてるさ、サインで。ラインスタンプってどうやって作るんだろうね。ね、どうやって作るんだろうね。確かに自分たちのラインスタンプがあると使いやすいかもね。ね、なんか自分が使いたいフレーズとか作れるからね、うん、確かにそれはそうかもしれない。ね、めっちゃ人多いかもね。ね、今日はなんかバースデーパーティーやってる、めっちゃ。いくつもバースデーパーティーやってる。そこから来てる、大丈夫か。ああ、ほんとバースデーパーティー祭りだな。バースデーパーティー祭り。すごい時に来ましたね。ただあそこら辺がいいかも。すごいさらっと映してもこんだけ人がいます。こっちちょっと映そうか。さっき来たところが見えるね。さっき来たところが見える。見えるね。よし、気をつけてよ。うん、ゴーゴー聞こえますって。でしょ、やっぱ風がすごいよね。ごめんなさいね。今日バースデーでしたって。ハッピーバースデー。あっち行こう、あっち、うん、通じるかな電波。気をつけてね、歩くの。うん、気をつける。じゃあギリギリにいる。こっち行こう。よし、おー、やっとるね。やっとるね、飛び込み。はい、かわいいね。オプス、おー、翔さん気をつけてね、変なものある。ここでやっとるねと言ってたのは、飛び込みをやっとるねという、やっとるねです。こう海の水が中に入ってきてこんな風になってます。今日は小潮だから海が穏やかだね。小潮ね、昨日海行ったね。行ったね、久々にね。うん、すんごい綺麗でした。小潮っていう時が綺麗なんだ、ションさん。そうそう、満ち引きが少ないからね。あ、うん、透明度が高いことが多い。あの、毎回じゃないけど、でも大体そう。なるほどね。大潮っていう時もあるしね、うん、あといくつか名前があるんだよね。小潮、中潮、大潮ってあるね。なるほど。大体さ、月見たらわかる。あのハーフムーンあるでしょ、うん、今ちょうどハーフムーンぐらいじゃん。あ、ほんとだ。ハーフムーンってのは小潮だね。うん、うん、そうなんだ、覚えとくといいか、そうやって。そう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 。あ、じゃあなんか海行くのが楽しみになる。だから満月とか新月は面白い。うん、満ち引きが一番激しい。
今ハーフムーンだから腰をなんだ。勉強になるわ。今日お誕生日の皆さんおめでとうございます。今日っていうか3月お誕生日の皆さん、2022年お誕生日の皆さんおめでとうございます。それみんなでしょ。2022年みんなお誕生日。2022年あの誕生日を迎える皆さん、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。うお、すごい飛んだね。いや、見た？うん、見た見た。すごいなあ。そこから飛び込んだことないな、まだ。やろう。ないっけ？ない。どっちからもない。ほんと？うん、本当。ちょっともう平日の誰もいなさそうな時にやろう。うん、うん、楽しそう。ちょっと回線も悪くなったかな、大丈夫かな。ちょっと海から離れようね。離れようかね。えいえい。こんな感じのいい天気です。とっても、橋を、ココナッツアイランドを渡ってくる橋をみんないろんな人が渡っています。大丈夫、回線よかった。ねえ、そう、大丈夫ですよとか言ってくださると本当に助かってます。ありがとうございます。もう分かりようがないので自分では。ありがとうございます。今日は晴れてるから大丈夫なのかも。あれ、ショーンさんを見失った。あ、いた、向こうの方行っちゃった。ホテルもありますよ、近くに。あ、いい匂い、バーベキューの。とっても、ショーンさんに追いつけるか。追いついた。ショーンさん見失ってましたね。こっちからの方がいいね。いいね、ショーンさん似合うよ。うん。おお、すごい。やっぱ腰をが半月だってことを学びました。学びました。やっぱ綺麗だもん、全然違うもん、海の色が。そうそうそう、宇宙服が少ないからね。うん、うん、ね、そうそう、いいね。だから海で遊ぶのにも安全さ、腰をは。そうだね、うん、オーシオンの時は。そうそう、確かに。ショーンさんってみんな言って、はい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 。ユウが逆行っちゃってたからね。危ない危ない。今何時ぐらいだろう。結構時間経っちゃったかな。あ、もう42分か、うんうん、ありがとう。あ、でもインスタってさ、うん、1時間で切れるってわけじゃないっぽいね、最近。あ、そうなの？わかんない。でも改善された？うん、改善されたかも。でもこんなことやるとさ、思わなかったね、うん、そうだね。本当に私たちも、ただ今そのさ、今このインスタであやちゃんが2年間頑張ってきた、うん、ちゃんさん、だけど今もうほら、フェイスブック、このインスタグラムってフェイスブックがやってるでしょ、メタっていう会社が、うん、
価も今ひどいことになってるでしょ。なってるね。株価暴落してるし、ね、株価暴落もしてるし、裁判もすごいし、うん、あとほらなんだっけ、バイオレンス、うん、要するにほらトランプ大統領とかが追い出されたのがさ、うんうん、暴力を助長するからとかって言ってたね、全然してないのにさ、うん、でも今フェイスブック、うん、あれなんだよ、ロシア人に対する暴力は OK っていう、うん、もうなんかもうわけわかんないことになってきてるからね。なんかアップサイダウンだよね。そうそう、この会社もちょっと多分先が短いと思うんだよね。なので皆さんぜひもう本当に声を大にしていたいし、うん、ここでつながれたことはすごく嬉しいので、ぜひできたら別のプラットフォームとかじゃなくて本当に個人的にお会いしたいですね、うん、そうだね。そうじゃないとさ、結局お互いのことも分かってるようで分からないからさ、うんうん、ね、私とか特にその皆さんのことをずっとの知ってるわけじゃないし、うんうん、こうしてつながれてることも本当に嬉しいから、もうお会いしたいです。ね、お話ししたいです。早くその日をね、うん、ずっと待ってますよね、本当、うん、そうで、まあ、もしそれがまだ叶わないって場合は他のプラットフォームで、まあ、このプラットフォームが続く限りはここでやるけどね、うん、そうそうそう、でもつながっていられたらいいなと思って、マガジンとかを始めたんですよね。なんかね、全て世の中の全てがデジタルになりすぎちゃって、そう、ちょっと不安なとこあるよね。このままデジタルのまま行くのかなと思いきや、逆にアナログに戻る可能性があるからね。あるね、うん、ぐーっと触れたらさ、うん、それがいつの時かさ、そう外れて戻るんだよね。戻った時すげー戻るんだよね最初、うんうん、でその振り子が落ち着いたら真ん中に落ち着くんだけどさ。そうだね、うん、今結構触れてるもんね。そう、今片方にずっと長いこと触れてきたでしょう、うん、だから何かが起きた時にゴーンと逆に行く可能性が高いよね。つながるために探し続けます。ありがとうございます。いつ行けるか分かんないけど、ヒロで待っててね。ぜひぜひ、ね、待ってます。本当にいつか民宿ヒロに泊めさせてください。もうぜひぜひいらしてください。だからさ、次はさ、うん、本当こういうプラットフォームがどうなるか分かんないからさ、うん、今回ウェブショップがやっと終わって、いろいろ学んだじゃん。うん、学んだ、ね、だからフラガールダイアリーのサイト作ろうよ。作りたいな、ね、そうしたらまあ そこが本拠地というかさ、うん、うん、そこでなんかブログとか更新したりさ、ね、うん、まあなんかでもブログ更新するだけだと他の皆さん同士のこのあれができないから、うん、まあなんか考えよう、なんか考えてライブでなんか話せたりとかね、交換日記みたいなやつとかね。ね、そうね、交換日記をね、前やってみようかとね、ちょっと思ったことあったんですよ。そう。なんかみんなでノートを回して、フラのこととか、いろいろなんか、話せたらいいなみたいな。すごい超アナログな方に振り切ってみようかと思ったりしたこともあって、うん、まあ、まだその、アイデアも生きてるんですけど。動画行ってみる？行こうか。うん、ね。今座ってました、ごめんな、ちょっと休憩。なんか見失っても、あ、ここにフラガールダイアリーあるのねとか、民宿披露もちゃんとやってるのねっていうのが、うんうん、見れるようにできたらいいなと思っておりまする。思っておりまする、うん、勝ち、そうか、いいね、皆さん Enjoy the weekend ね。気持ちいいね。ね、ここら辺行ってみる？鳥の声がする。鳥が会議してる。あ、ここにもいる、真上。本当だ、あの、いや、
かわいい。すごい大きいね、葉っぱが。ね。あ、すごいバーベキューのいい匂いがする。いい香り。お腹空いてくる。ハンバーガーの。うん、焼ける匂いがする。バーガーの。気持ちいいね。あ、青さがいっぱい生えてる。本当だ。この前、前もここで行った気がする。ね。なんか。美味しそう。うん。楽しいな。あとなんか質問コーナーをもっとやってくださいっていう声があった前、うん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 、需要があればいつでも、ね、どんなことをお答えできるかわかんないけど、うんうん、どんなこと気になってるのかな、ねね、まあ、またやろうよそういうの、ね、またねやりましょう、うん、あとほら去年やったじゃん、うん、みんなと画面こうやったやつとか、あ、うんうん、そうそうそう、あれまたやりたいな、うん、そうそう前ね、インスタライブで、フォロワーさんの方に出てきてもらって、お話ししたりしたのがありましたね。それもまたできたらいいな。うん。ねえねえ、あやちゃん、あれ知ってる？何？そこのヤシの木あるじゃん。うん。さあ。うん。ヒートが書いてあるの分かる？あ、ほんとだ。これ、うん、なんだろう。これが、うん、これついてる7年の、なにそれ、津波、うん、津波の高さ。あ、津波か。うん、だからあれ1952年だし、あれ1960年だし、あの一番上の何年だったかな。ほんとだ。え、あれはでも津波じゃないでしょ。嘘。本当に？あれ一番上のやつが1946年。あそこに津波が来たの？そうそう、あそこまで高かったってやつ。マジか、すごいね、この高さです。ちょっと向こうの方行って。そうか。そんなに来るんだ津波って。あ、これ一番高いところが。一番高いところが26フィート。26フィートってあそこ？うん、1946年。ここで見えなかったけど、うん、そんなに、うん、もう壁ですね、あれ、あれが来たら。海の水があそこまで来なかったの？信じられないな。ちょっともうちょっと気を引き締めなきゃな、ね、うん、バックではこんな陽気な音楽が流れてます。今はここ最近は津波はヒロには来てなくて、皆さん楽しくやっています。なんだこの地、カチツソ、ね、カシオのヒロベイです。覚えた。それ合ってる？こっちが左だよ。ほんと？こっち逆光なんだよな。でも綺麗かもしれない。あ、綺麗綺麗。すごい。あ、綺麗ね。キラキラして。日本はまだ午前中だけど、もうこっちは夕方だからね。うん。うん、そうですよね、3.11 があったのももう11年前になるんですよね。そうだね、昨日で。そうだね、うん、津波が来て、ヒロの小学校はみんな丘の上に建て直したってトゥトゥから聞きましたって、うんうんうん、そう、今丘の上だもんね、確かに、ね、学校とか昔はここら辺にあったって私も聞いたことあるわ、うんうん、こっち行こうか、うん、いや今日はとってもいいお天気でのお散歩でよかった ね、 ね、皆さん楽しんでいただけたでしょうか。そろそろもうお時間かな。52分、ね、もうちょっと、ね、皆さんありがとうございます。民宿披露の方も少しずつではあるんですが、
再開していますので、ぜひヒロに来られる方で、お知り合いとかでも、もちろんご自身が来られる方でも、よかったらまたお問い合わせください、ね、ぜひ遊びに来てください。遊びに来てください。会いたいよ ね、 ね、うん、いろいろと心配なこととか不安なこともありますけれども、まあ、でも本当にね、ジョイが一番大事。そうだね、うん、確かに、うん、その不安なことを調べるのも実際はジョイでやってんだよ。まあそうか、そうなのかなそうかもね、わかんないけど、だって労力を必ずいつも使ってるわけだからね、うん、そうだね、うん、そう。でもすごく大事なことだと思います。今の状況を 見極めるためにいろんなことを調べて考えてっていうことに時間を使うのは全く無駄なことじゃないと思います、うん、だけどその中でこうね、やっぱりいつ死ぬかわからないしね、そのことってみんな言うからちょっと陳腐に聞こえるけど本当のことだなと思います。強くなってきたのでここら辺で終わりにします。皆さん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。またいい1週間を過ごしてくださいね。いい1週間過ごしてください。アロハナリ、また来週会いましょう。バイバイ。あ、最後のコメント見たかった。 ありがとうございます。見読みました。長くコメントいただいた方ありがとうございました。ではでは、バイバイ。じゃあね、バイバイ。